集材の一種で農薬薬や動物用用医薬品として用いられる農業用として、稲のつまぐろ横ばいや、うんか、果樹、かきの油虫や、ハマキムシ野菜のヨトウム虫や、青虫、未成熟トウモロコシの泡の名が、りんごの敵化に有効。商品名としては、デナポン、セビン、セビモール、リンナックルやナック、複合剤は、ホクトップ、ヤマセットのほか ナックとつく製剤が多数ある。アメリカ合衆国のユニオンカーバイドが開発し、日本では1959年3月30日に農薬登録を受けた。かつては、松食い虫被害対策特別措置法により空中散布されていたが、1997年よりメーカーの自主規制で散布が中止されている。1999年時点で、 原体輸入量300トン、製剤が1178トン生産されていた。輸入量は減少傾向にあり、原体輸入量は190.0トン、90.0トン、50.0トンと推移している。残留基準は、小松菜や春菊で午後10時、大麦やトマトで午後5時、玄米やキャベツで 1.0ppm と定められている。動物用医薬品としては、 使用禁止期間を遵守した上で、殺虫用として肉牛などの外皮に散布される。可燃性であり、燃焼や加熱により窒素酸化物など、有害なフュームを生じる。吸入や、蛍光摂取により、嘔吐、縮道筋軽直、大気分泌型などの症状を生じる。空気中の窒素化合物や人の体内のアショウ酸、化合物と反応して生じる、ニトロソカルバリルは、 変異原性や発がん性があるとされている。環境への影響として、横浜国立大学の研究者は、水中のカルバリル濃度が 35ppm 程度でも、メダカの負荷を妨げると報告している。インドのボパール化学工場事故で、多数の死傷者を生じたのは、カルバリルの製造中間体である、イソシアン酸メッチルが昏睡により発熱。 気化したこととが原因とされているカルバリルは土壌中に残留する可能性が指摘されている一方で1998年にカルバリルを分解できる土壌中の細菌も知られるようになった。カルバリルとは N メチルカルバミン酸マイナス1ナフチルのことだがこの土壌中の細菌は N メチルカルバミン酸マイナス1ナフチルに存在する。 エステル結合を加水分解して、1ナフトールと N メチルカルバミン酸に分解できる。よって、この細菌をカルバリルによって汚染された土壌の浄化に使用できるのではないかとも考えられている。ありがとうございます。